寒い日は確かにありますけど、はい、昼間は割とこう日差しがありますからね、関東は比較的暖かい感じがしますね。なるほど。結構人によってこれ感覚が違うようなんですが、今日今1月半ばでちょうど冬の折り返し地点に来ていますので、冬の中間発表をしてみたいと思います。さあ、そこで東京の最低気温、ちょっと横長いグラフが出ますので、渡辺さんにこっちに来ていただきまして、まずこれ東京の12月からの朝の最低気温をグラフにしました。結構変動あるんですけれども、これ平年のラインを引くとよく分かります。やっぱり、上下してますからね。12月の初めと中旬あたりはかなりこれ平年より高くて、このあたりで暖冬傾向が強まったんですけれどもね。ただ年末寒波をきっかけに1月に入っては結構平年を下回る日も増えてきているんですね。どっちが多いんだろう。さあ、これを調べて平均すると、東京の気温は平年よりは0.7度高いということになりました。ですから、ものすごく高いわけではないんですが、暖冬傾向ではあるということになりますね。そしてさらにですね、この冬、渡辺さんのようにあまり今年寒くないんじゃないかというふうにおっしゃっている人の中で、去年がすごく寒かったので、今年マシに感じるという声が多かったんですよね。確かにそうですね。覚えてますか？そこでですね、では今度は去年の最低気温と比べてみますと、去年はですね、やはり12月最初から、これ水色の線なんですが、平年を下回る日が多かったので、去年は冬の最初からもう寒かったんですね。だからそういう感じが余計するのか。で、そして年末年始あたりからは大体今年と似たような状況になったんですが、さらに去年、その後がすごかったんです。1月の後半というのは記録的な冷え込みになりまして、東京もこれ一番下に突き出ているところはマイナス4度まで下がって48年ぶりの冷え込みになったんですね。これで東京都内でも水道管の凍結などが相次いだんですけれども、そこから2月にかけて平年を下回る